はい。今回も、ひとし、松本の、滑らない話、やっていきましょうか。こちら、この動画の前に、すでに動画を公開していますけども、文春法第5弾で、マッサージ店で性的サービスを強要したというふうにですね、まあ、警察に被害相談をされている、そんな松本ひとし、同様の事件で思い出されるのが、こちら、2020年に実刑判決を受けた、元俳優の、荒井博文こと、パク・キョンベの事件かと思います。この人の場合は、 派遣型マッサージ店の女性従業員に対して乱暴したとして、強制性交罪で懲役4年が確定したわけなんですけども、そんな犯罪者に対して、これまた松本がですね、興味深い発言を過去にしていたことが判明してしまいましたので、紹介していきたいと。 思いますえー、やけにマッサージについて詳しい、えー、仮にですね、文春の話、警察に受理されている被害が本当であれば、いや、おまゆうだろうっていうですね、これどんな思いをしながらですね、この発言したんだ松本ーっていうですね、今見るとなかなか面白い発言をしていましたので、こちらですね、記事を見ながらお話ししていきたいと思いますと、えー、恒例のワイドナショーです。 もうですね、ワイドナショー掘れば過去のやばい発言たくさんありそうだなーっていうですね <laughs>。そんな状況になってますね。えー、ではですね、今回の記事いきたいと思います。えー、今回の記事こちら。松本人志、荒井博文容疑者の逮捕に言及。 マッサージは紳士が行くものーっていうのですっ、ねえー、ちょっと中身の方も見ていきましょう。お笑いコンビダウンタウンの松本人志が10日に放送されたフジテレビ系トーク番組ワイドナショーで強制性交の疑いで逮捕された荒井博文容疑者について語った。荒井容疑者は昨年7月、自宅マンションで派遣型マッサージ店の30代女性従業員に対し頭を押さえつけるなど暴行し、猥褻な行為をした疑い。 松本は、僕はある意味、マッサージの専門家に近いところにいる人なので、マッサージについてはいろいろ語れますよーつって <laughs>、どんなことを語れるのかなーっていうですね、えー、前置きをしつつ、 新井容疑者もサインしたとされる性的サービス禁止の同意書について僕も書いたことありますと証言したっていうのでですね、自称マッサージの専門家、自分のですね、某箇所をえセラピスト、女性の口に押し付けるようなことをしたり、某箇所をですね、触らせたりですとか、もう警察にですね、被害報告されているようなんですけども、確かにですね、マッサージネタ色々持ってそうですよね <laughs>。松本ですね、ここでマッサージについて いろいろ語りますよーつってですね、前置きをしているんですけども、確かにいろいろマッサージネタありそうだなーっていうですね、詳しいよーつってですね、まあもしかしたらですね、ここまでならいけるぞーとかですね、そんな話なんでしょうかね。それからですね、ここにも、僕も書いたことがありますっていう風にですね、おっしゃってるんですけども、まあこれをですね、同意書書いてもですね、守らないと意味がないですよね。ちゃんとその同意書守ったんかいなーっていうですね、ちょっと突っ込みもしたくなってきますけども、そこだけがちょっと心配ですね。うーん 松本さんですね。同意書守ってるんでしょうかね。えー、その上でいろんなマッサージがあるんですよ。よく言うグレーなマッサージ。ホワイトもあればブラックもあるしミッドナイトブラックもありますよ。とマッサージ業界内の事情を説明。結局こういうことをされると非常に我々はやりづらい。マッサージというのは簡単な話受け身なんですよ。100%受け身がマッサージなんですよ。客は何もしない。向こうに全てやっていただくこと。 こっちは受け入れるしかないんですよ、と訴え、紳士の遊びなんですよ、と結論付けるもん、遊びと自ら選んだ言葉に首をかしげた、っていうのでですね、まさかのブーメラン発動ーっていうですねえ、結局ですね、今回文春に報道されたようなことが起きると、えー、男、特に後輩芸人たちはですね、マッサージ店に行きづらくなりますよね、後輩芸人たちは不安よな、っていうのでですね、えー、そしてですね、マッサージはですね、これ、これ、紳士の遊びだ、っつってるわけですよ 紳士の遊びなんででですすすよよっっっててていいいう風に言ってるわけけなななんんどもいやマッサージって遊び場じゃないですよ <laughs> なんかこれ、出現してません普通にですね、体をほぐしてもらう目的で言ったら、遊び場っていう表現にならない気がするんですけどね。いや、不思議ですよね。マッサージ、何のために行ってたんでしょうかね。<laughs> 夜の松本を見る限りではですね、紳士な遊びをしているようには見えなかったけどなーっていうのでですね、えー、ちょっと続きも見ていきましょうね。 えー、さらに、ケンコバも好きやから、そういう話をするけど、あんまり行ったことがない奴は、それ、最終的にはどうなるんですかと、いやいや、最終的もない。こっちは完全に流れるまま、主導権はすべて向こうにある。攻めてくる人はいるよ、もちろん、とし、でも基本的にはマッサージは紳士が行くもの。これをやられてしまうと、特に芸能人は非常に辛いわ。やりづらい、いけないね、と、トロする松本っていうのでですね。<laughs> 攻めてくる人もいるよーつってですね。これ、今頃、松本はですね。いや、攻めてきたのはセラピストだーつって <laughs>。事実無根だーとかつってですね。いやー、また文春、訴えられるかもしれませんね。俺は何が言いたいのかな結局、人の嫌がることはしないということですね。と、自身の考えをまとめ、こっちのために一生懸命頑張ってくれている人に、嫌がることで返すというのは、人としてダメだなーと思います。と、締めくくったーっていうのでですね。でかいブーメランが頭に。 に突き刺さっっててるかもしれませんっていうのでですねえ人に嫌がることをする人はですね人としてダメだーっていうですねえそのように言ってる人がですね文春から5回も連載をされてしまうっていうですねえー告発者もですね10人も出てくるってこれどういうことなんでしょうかね <laughs> 人の嫌がることをしてなかったらですねここまで告発者出てこないでしょうっていうふうに思うんですけどねいやほんとですね松本の口から出る言葉と実際に他人から聞こえてくる言葉がですねもう違いすぎて 何を信じていいのかもう僕も分からなくなりそうですよ。うーんいやーこの記事はですねここで終わりなんですけども他にもありまして他の記事にですねこんなことが書かれています、まああのー、松本が発言した内容ですね例えばですねこの事件の裁判について松本こんな発言をしています。 全く納得していないんでしょうね。それが態度に出て、態度が悪いっていうのもあって、反省の色がないということで、こういう判決が出て、それでまた、これに対して納得ができないからって、悪循環というか、 こういう駆け引きしてる時点でダメなんですよ男としてやっちゃダメなんですよってですね、いや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 、まさに今の松本だぞーっていうですね、いやーそんな発言をされているんですけども、いやー一般の方がこれ今聞いたらですよ、普通はあれあれあれこれ全部自分に返ってきてないかーっていうふうにですね、ちょっと思ってしまいますよね。 いやあ、この発言をしながらですね、心の中でどんな思いを抱いてたんでしょうかね。いやーやっぱりですね、これ松本に必要なのって裁判じゃないですよね。過去の松本も言ってるじゃないですか。いや、こうやってですね、たくさんの人が被害にあったって、もう文春にどん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 書き込んでるわけじゃないですか。本来ですね、松本に必要なのって、さすがにですね、説明と謝罪じゃないですか。 松本の被害者も後輩芸人も無視してですね、自分の被害だけ訴えて、自分だけ守ってくれ、司法を守ってくれってやってるわけですよね。文春に名誉毀損だって主張するのもですね、これおかしいだろうというふうに思いますけどね、まず被害者、それから後輩芸人を助けるっていうことをして、それ,それをやった上で文春に名誉毀損だっていうならまだしもですね、 いやー自分の被害者とか迷惑してる人、置いておいてですよ、自分の名誉毀損、先になんか主張するわけですからね、うんいやい今まで散々どれだけ周りに迷惑かけてんだというような話ですけどね。はーい で、もう一つちょっと紹介したいのがこちら。え、これはですね、以前から話題になっていたんですけども、え、こちら、実はナックルズノートマガジンというのでですね、まあ、実はナックルズというあの週刊誌ですね。で、これで、このアカウントからですね、2024年1月2日にですね、書かれている記事があるんですけども、え、こちらですね、マッサージ店を軒並み出禁に、荒井博文逮捕の陰で囁かれていた松本人志のお行儀の悪さっていうんですね。いやいや、1店舗だけじゃないやんけ っていうのでですね、え今回、文春法でマッサージ店1店舗だけ、えー、出てきましたよね。これですね、マッサージ店 A、マッサージ店 B、マッサージ店 Z とかっつってですね、えー、マッサージ店 Z までこれ出てくるんじゃないですか <laughs> ち,ょちょっとですね、これも面白かったので、ちょっと記事の内容ですね、ちょっと、あのー、面白かったところと紹介していきますと、えー、ここですね。 えー、2019年、元俳優の新井博文さんが、えー、派遣マッサージ店の女性への強制性交罪で逮捕されたことでマッサージ店の女性スタッフ数人に取材をしていたときのことです。 他に問題行動をしている芸能人はいると聞くと、決まって名前が挙がっていたのが、松本人志さんでしたー <laughs> もう去年から話題になっとったんかーまあ、記事こそはです。記事はですね、これ、1月2日に出てますけども、まあ、取材っていうのはですね、まあ、その前からしてたってことじゃないですか。いや、だからですね、まあ、2019年なのか、2020年、2021なのか、22、23? そのあたりに取材しても、これ、松本がマッサージ店ってこんなことしてるぞ というですね週刊誌界隈ではやっぱ噂になってたってことなんですね。 えー、女性たちの証言はほぼ同じだった、えー、マッサージ店界隈ではいろんな店に行っているとして有名だったことマネージャーの名前で予約すること今回はですねマネージャーではなくてですね、えー、放送作家の名前で最初予約してるんですよね最後はですね松本自身の電話番号で予約してるんじゃないかという話ありましたけども最初はですねうん別の人の名前で予約してるんですよね終始仏頂面で施術中に話しかけても無視を貫き施術が終わり近づくとやって と抑揚のない声でおねだりをしてくること <laughs>、えー、取材した全ての店は女性客も通ういわゆる普通のマッサージ店ある店ではついた女性スタッフが泣いてしまうこともあったようです <laughs> ここでも泣かしてるのかスタッフが応じざるを得ない要因は今回の報道でも通じる威圧感にあったという とにかく圧が強い、特に顔面の圧力とオーラにビビってしまい、強く言われると従わざるを得ない迫力があったそうです。ある店の女性はもちろん必ず敵にした。 他の店も同じではと話していたので、なるほど。だから店を転々とするしかなく、いろんな店に行ってることで有名だったのかと腑に落ちましたといですね。いやいやいやええー、今回の店もですね、最初出禁になってるんですけども、これまあ最初に予約していた人の電話番号と松本が最後に予約してた時ですね。これ電話番号とか電話番号が違ったので予約が取れてしまってたんですよね。まあ、これでですね、やっぱりですね、松本、いろんなところに出禁になってる。まあ、その後、そのお店通っ。 ってないわけなので文春に出たお店もその後は通ってないわけなのでまあもういろんなところでですね出禁になってはもうお店を転々としてるわけですよねいやーもうすごいですねこれしかもなんか 行動パターンが毎回一緒ですよね。なんか、一回成功体験を味わってしまうとですね、それを何度も何度もやってしまってたんでしょうね。いやー、やるまではですね、必死にか愛くおねだりをするわけですよね。まあ、もしくはゲームですよね。ハニカミゲームハニカミゲームつってですね、ゲームをしたりですとか、えー、それでですね、拒否られたら激怒つってですね、おいくらーやらせろーつってですね、怒るわけですよね。いやー、ほんとですね、後輩もセラピストも心配よなーっていうのでですね。えー、いやー、非常にですね、 このマッサージ,マッサージ店界わいでもです、ね、有名だった松本というです、ねえー、そんなお話と過去のです、ねちょっとえー、マッサージ店に関する松本の発言を聞くとです、ね、なかなか面白い話になってたというので,です、ね、ちょっと紹介させていただきましたけども、えー、皆さんいかがだったでしょうかという感ですね、えー、今回のです、ね、こちら実はナックルズのです、ね、ノートマガジンこちら X で、えー、共有しておきたいと思います気になる方はです、ね、こちらまた別途です、ね、ご覧いただければと思います え皆さんですね、このような松本について、どのようなご意見をお持ちでしょうか皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると。 嬉しいです。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。えー、それからですね、こちら X もやっています。動画にできないようなちょっとした小ネタなんかをこちらの X の方で呟いておりますので、動画をご覧になった後ですね、こちら X のフォローの方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた、次の動画で。